あの中からしたよね。夏だ、恐怖だ、心霊だ、わーということでやってまいりました。観音崎、こちら心霊スポットでございます。やってしまいますよ、 YouTube で心霊ロケ、うふふ、怖いよ怖いよ。今日はこの観音崎心霊スポット、なんとここに心霊ロケに来るのはおよそ10年ぶり、ため池なよっていう番組で来て以来なんですよ。そこでちょっと本当に映像の中でとある場所で霊が映ったっていうことがあったんですね。実際そこに10年ぶりに行ってみて、また霊が映るんだろうかっていう検証を今日やってみたいと思うんですよね。霊が取れるのかということで、今日この装備も用意してまいりました。こちらバケタンストラップ、青く光ってる時は大丈夫で、赤く光った時には悪い霊がいるっていうレーダーなんです。すごい妖怪アンテナですよ。10年前もっとでかかったのが進化してる。観音崎は灯台が有名でね、昼間はデートスポットだったり観光地なんですけど、夜になるとちょっと怖い噂があるらしいんですよね。どんな感じなんだろうな。でもちろん一人で行くのは怖すぎるので、今日はお友達を召喚しました。よろしくお願いします。怖いよ怖いよ。怖いプーさんみたいな感じ。誰がプーさん。はい、麻雀友達のアミさんです。いや、怪談師なんですよ、はい、アミさんは。どうも、怪談をやっております、アミと申します。もう相当いろんな心霊スポット行ったんじゃないですか。そうですね、多い時は週5、6カ所行ったりしますね。行き過ぎでしょ。大丈夫なんですか。まあ、本当に人一倍お払い行ってますね。でも、遊びに冷やかしに来たわけじゃなくって、ご供養の気持ちも忘れちゃいけないって、 そうですね、その時霊能者の方から教わったので、はい、はい、お祈りしながら進んでいきたいと思います。どうなるんでしょうか。ではスタート。お、真っ暗ですね。何にも見えない。すでにこういう系の映像って面白いのは、さっきの翔子さんの話もそうですけど、うん、現場でスタッフも演者も気づいてないことに、オンエア後に視聴者の方が気づいたりとか、ここ後ろ映ってるみたいな、うん、あーだってそのトイレのとこもそうでした。ですよね。視聴者さんからすごい連絡が来て、うわーなんか雰囲気怖い。だけどここが心霊スポットの一つと言われている砲台跡。そうですね。わあ、来たの覚えてる。実際に本当に使ってたんですよね。そうですね、要塞として。それが残ってる状態、明治時代か。うわ、これ、うわ、本当だ、ちょっと雰囲気が違う感じがする、うん、うわ、写真撮っておくか、うん、なんかこの 石の散らばり方とかが独特な感じしますね。そうですね。翔子さん、じゃあせっかくなんでそっちに、インしていただいて。もう怖い、真っ暗、真っ暗。え？え？え？やめて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 。ちょっとちょっとやめてやめて。これ充電って、あれ？充電って満タンですか？満タンでした。まだ3シャッターぐらいしか押してないですけど、勝手に電源落ちましたけど。心霊ロケあるある。やめて。なんかカメラ影響出ますよね、大体。ちょっと待ってよ、まだ始まったばっかだよ。あ、落ちた。いけた。え？電池満タンっすね。うわ。うわ。絶対なる、絶対なるこれ。いきます。
亜美さん、立って。ゆっくりですごく嫌。反対側行きます。じゃあ、照明を落としますよ。行きましょう。何枚か行きます。ちなみにバケタンチェックしてみようかな。しときましょう。ここに。何色で止まるか、バケタンルーレット。緑ですね。普通ですかね。大丈夫、ここは安全。何この扉。怖いんだけど。こういう施設だった時の名残ですよね。ここに何かを入れてたんですか。ここは火薬庫らしいですね。怖い怖い。本当に使ってたんだ。すごい怖い。でもどんな顔したらいいか分かんない。この砲台跡いっぱいあるんだ。そうなんです。砲台跡結構違うのかな。うわー、怖い。はっきり残ってる感じ。じゃあ、いくつか写真撮っておきますね。はい。かた。なんか中押しモードがよくわかんないから、やっぱ毎回確かめないといけない。バケタンルーレット何色でしょうか。緑。とりあえずずっと大丈夫ですね。すごっ。で、ここが噂の三分間トンネル。あ、声が響く。立ち入り禁止なんですね。落盤の危険があるってなったんですね。お二人で目の前まで。わあ、これを背に。一応写真だけ。はい、声が響くよ。怖い。いい感じか。うわ、これすごい。しました。音入ったかな。怖い。あの中からしたよね。しました。シャリってなんか、はい、何の音、何の音。な、奥の中くらいのとこからシャリって音がした。ええ音聞こえた人全員聞こえてる。中だよね、中だよね。中です。なんでゆうくん、ゆうくん全然違う。後ろから聞こえた。バンって。心臓が。僕こうやってたら、スワンって。ちょっと鳥肌立ったんだけど。無理無理、なんでなんでなんで。バケだわ、バケだ。今威嚇されたら心臓止まる。赤い。え、赤い赤い。飛び来た。心臓痛い、心臓痛い。え、なになに。なに今の、なんで、なんであんなに。無理。なんか普通のパキッとか肩とかの矢なりの感じじゃないじゃないですか。ガツンと。もうガーン、なんかいく、なんでしょうね、警告みたいな。心臓が痛い。無理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 。バクバクなってる。
やばくないですか、だとしたら。なん、うわ。僕は何が起きたか全く分かってないんですけど。うわぁ、マジで怖い。うわぁ、怖い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 。うわぁ、やばい。来るなって感じがした。そうですね、警告なんかその。この立ち入り禁止のこの鉄の柵のところにガツンってされたみたいな感じ。うわ、なんかもう暑いのに鳥肌立ってるもん。怖っ。こんなはっきり聞こえるんですか。いや、もう何がな、どこから何、なぜなったかがわからないんですよね。これ、うん、あ、警告みたいなのってマジであるなと思って。強くなる。うわ、怖っ。じゃあ、邪魔します。なんで暗くするの？なんで暗くしたの？アミさん自分でつけてるかなと思って。泣いてる。泣いてるよ。つけといてあげるから言って。いや、お願いしますよ。びっくりした。写真撮るのね。真ん中で立ってこっち向いてもらっていいですか？真ん中で立ってこっちを、はい。一回奥まで行きましょう。一回奥まで。はい。はい、行きましょう。持って行きましょう。はい。でも本当に霊はいると思います。そうですね、だって死んだら無なんて寂しいもん、うん、あるって思いたい。あ、ここ、あ、灯台だ。すごい、月がちょうど綺麗ですね。すごい美しい。デジカメよりポラロイドが、はい、そうですね、再現したですね。見ます？はい、一度こちらを見ていただいてもいいですか。いきます。ない、嘘、触ってない。そうだ、いくらなんでも、まあ、確かに触ってない。見てたでしょ。見てた、見てたでしょ。なんで鳴ったの。鳴った音。え、なんで鳴ったの。怖いか。いや、怖いのが起きた現象がさっきと一緒じゃないですか。一緒。やってないと思う。動い、ま、微動だにしてないでしょ。してない。1ミリも動いてないでしょ。高橋さんやってない？何もしない。聞こえた？聞こえた、音は聞こえた。音入った？取れた？音は取って。取れてると思う。今、はっきりそのもんだよ、やっぱり。同じだよ。うわ金属と金属。これでちょっとポンってやってみて。もうちょっとはっきりしてても。あ、そう。だってアミちゃんが僕の方見てたもん。僕はアミさん背中に金属の。なんでやねん。それがもう怖い話やねんか。真面目にやってるのになんでファミチキ持って。手やこれ。あ、手か、ごめん。ファミチキ持ってシレスポート行く人おらんやろ。ごめん。手か。クリームパン。クリームパン持ってシレスポート行く人いないでしょうよ。おいしい。おいや、味の話じゃないですか。なんだこいつら。トンネルのところでも、うん、不合衆のなん
何かが鳴ったか、あの叩いたかのような音が。で今また普通の鉄格子っていうか門のところが鳴ったんですよ。現象が一緒っていうか。うわ怖っ。怖っ。本当に触ってないよね。多分 V 見たら分かります。僕が全く動いてない。だからよく本当に、まあ、さっきも冒頭で喋りましたけど、ここってここで起こるじゃなくて、いろんなところで起こる目撃談があるエリアなんですよ。だからついて回ってる可能性ありますよね、僕らが気づいてないだけで。そうっすよね、そうっすよね。だって同じことしちゃうよね。同じことした。門を叩く、うん、そう、向こうと全く同じことが起きてる。門を叩くっていう。うわ怖っ。ちゃんルーレットスタート。大丈夫なんですよね、一応バケタ。悪い人ではないよって言いたいの？何？なんかしかも向こう側から鳴った気がしたんですけど。え？こっちからってより？ね、それ。金属こっち側から叩く、うん。それで言うと。こっちからこうじゃなくてこっち。僕トンネルの時その感じだったんですよ。僕らがいる側からトンネルの格子をなんか鳴らしてるっていうより、トンネルの向こう側からのイメージ。うん、うん、そう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 。ここもそんな感じですか？うん、ここはそうだった。アミちゃん、僕アミちゃん目合ってたでしょ。うん、アミちゃんの後ろからコンってやった感じしたからびっくりしたの。ほんで二人が立った時以降鳴ってないってめっちゃ怖くないですか？あの時だけ。ちょっと本当にザタッチみたいな。すごい厳しいですね。もう一回お願いしてもらっていいですか？いやもう取れてるんでしょ。なんで叩くんだろう。ねえねえ、今ユタの友達の人に電話してもらう。怖いから。出て。アミさん泣いたんですよ。涙の跡がかかってる。筋になってかかってる。怖すぎて泣いてる。涙がこんな汗じゃないよねこれ。いや出ないの？出ないですね。なんで出ないの？出てほしいっすね、今。出てほしいっす。あ、来た、折り返し来た。出て。ちょっと、今からビデオ通話に切り替える。おはよう。こんばんは。あ、中川翔子と申します。はじめまして。氷をちょろっと落とせたりします。いや、どういう反応や。はじめまして。あの、今観音崎の心霊スポットの方に来てるんですけど、で、あのちょっと立ち入り禁止になってるはずのトンネルの扉のところでゴンって音が鳴ったりとか。格子状になってて立ち入り禁止になってる格子が、はい、ゴーンって音が鳴ったの。あと今場所移動して灯台のところに来たんですね。灯台も門が閉まってるんですけど、その門も今誰も触ってないのにゴーンってすごい音が鳴ったんですね。違う場所なのになんか起きてる現象がちょっとあまりにも似てるから、これ大丈夫かなって。ついてきてるのか何なのか。今ちょうどその音が鳴ったところにいるんですけど、壁紙怖いんだけど。何これ、壁紙おかしい。いや、なしてんねん。怖い。なしてんねん。いや、なんで自宅に自分の顔貼ってんの？ちなみにあの遠隔だとちょっと分かんないですか？遠隔なくても分かるように音鳴らされてるのはだいぶ危ないですよ。うん、あの全員聞こえたんです。誰も今日霊感ある人いないのに。その音聞いてみんながみんなこれやばいんじゃないっていう空気になりましたよ。はい、パニックになって。離れた方がいい。え、それって別々の例ですか、それともついてきてるんですか？いや、多分一緒だと思う。あ、やっぱり。
今まだゴールじゃなくて、この後昔ロケに来て霊が映ったトイレに行かなきゃいけないんですよ。どうしたらいいですか？みんなが怖いと思うレベルで音が鳴った時は本当に中止するぐらいのことなの。